松戸市立博物館は千葉県松戸市にある市営の博物館。1993年松戸市政50周年記念事業の一環として造成された自然村長型都市公園21世紀の森と広場の中に作られた。近隣には森のホール21がほぼ同時に建設された。旧石器、縄文時代から 戦国時代の高木種吉一族の活躍などを経て、昭和30年代の高団住宅誕生までの歴史を常設展示し、瓦原家作りや古代米作りなどの古代の文化の体験教室などを行ったりしている。松戸市立博物館の特徴は、昭和30年代の時和平団地に DK の原寸大再現展示である。展示は3人家族が暮らすという設定で、 当時最新鋭の電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビの3種の人器をはじめ、ステンレスの流し台や応接セット、果ては大型電池区や百貨事典などを配置している。さらに日用品や雑誌、テレビ画面に映る CM も当時のものを使用し、高度成長期の生活スタイルを忠実に再現している。博物館内の映像展示では、 日本住宅公団制作の広報カラー映画、団地への誘いが常時放映されていて、当時の暮らしや街並みなどを知ることもできる。NHK のプロジェクト X 挑戦者たちや小学館のベストセラー百科辞典、21世紀子供百科歴史館にも取り上げられている。ありがとうございます。